いや、切ないケースケーよ。今回も色欲、第4は静かである通り魔事件、焼いていくわ。なんでこんな声だかっていうのを聞かないで。やっていくわよ。来たよー。<laughs> 来たよー、この二人きりの時間が。後ろに化け物がいるよー、もうー。これ、同行者がいれば、もう可愛い反応が見られますって、全然可愛い反応見られなさそうな人が後ろにいるからなー。見てみよう。 <laughs> 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 こんなこと言う人のことを何が可愛いと思えるかよっしゃ行こう <laughs> ちゃんと守ってくれるんよな何かあったらちゃんと守ってくれるんよなそうたいの,対面のこのガチムチボディなんじゃないのかん来たいきなり早っそくいたわよどうすんのどうすんのってお前がおとりになれ あの、はさみを壊せば、奴は成仏するはずです。2対1なら、俺たちの方が勝機はあります。一人が踊りになって襲撃し、襲ってきたところもう一人がハンマーで壊しましょう。オッケーうん、踊りはお前な。あれで、あれ嘘だろう。言っちゃいましたね。え、待ちぶ、待ち伏せ取ったんじゃないの 待ち伏せてここで勝負っていこうとしちょるんじゃないのこの先、彼女の住んでいた部屋があるはずよ。行きましょう。じゃあなんでこんなところで立っとったんやって話だけど。おう。ここはチーザーガールの部屋よ。ほら、あの子が自殺した時のまま、しん、えー、っと、立ち入り禁止テープが貼られているわ。まだ貼っとんや。 もう完全にワをあり的な感じになったんでここ。ジェリーさん、さっきの踊りの話ですが。え今回、シザーガールは陰謀を狙ってきていますよね。ええ、そうね。ということは、当然、俺たちのものも狙ってくると思うんです。そうだろうな。なんで狙いようかはわからんけど。ええ、そう、ね、いうことになるわね。 ということは、おとりになる方は、当然物がついていた方がいいことになります。てるちゃん、何が言いたいわけてーさんは、その <laughs>、あ、あれそれ、聞いちゃいけない相手に聞いちゃいけないことを聞こうとしてるかなこれ。何よ。<笑><笑>やっぱそういうことだよね <laughs>。 オカマだもんね。えー、ついてるタイプのオカマか、ついていないタイプのオカマなのか、ちょっと気になるんだね、それ。<laughs> どういう聞き方をしようかってう話なんだな <laughs>。ストレートに行けばいいやろう。もう、ざっくばらんに行けばいいやろう。弾取りました <laughs> いやー、お、ね、にそういうこと聞くいやしいや。大切なことや。おとりになる上で大切なことやけん。 <laughs> やっぱ聞いちゃダメなことらしいね。チェリーさん、これは大事なことなんです。ちゃんと俺に話してくれませんかチェリーさん、冷静に考えてみてくださいこんなこと、なんか理由はなしに聞かんでしょあんたの、弾があるかどうかなんか気になる人なんかおると思うか俺たちに失敗や許されない、シザーガールを倒すためなんです。 しょうがないわね。ハンマーは私が持つわよ。ついてないのそれはどっちなんですかあなたはついてるんですかついていないんですかてるくんもてるくんでめっちゃそこまでガンガン、はっきりさせておかなあかんことかなっていうぐらいに聞くもんでもないと思うけど。まあ、教えるわけないでしょ。さあ、行くわよ。はぐらかされちゃった。はははは 追い込みよったんじゃテルん的にも追い込みよったんじゃもしチェリーさんにあれがついてなかったら俺がおとりになるしかないのかえー、どっちかって言ったらついてろうがついてなかろうがさチェリーさんがこのガチムチボディをあれやけん <laughs> これオンラインゲームだったらチェリーさん絶対タンク役だろうってぐらいの体型したぜんここがシザーガールの部屋か あれは何これ冷蔵庫冷蔵庫ね。なんで開いてるんだあっちの部屋、何かあるわ。え冷蔵庫、電源が来たことにも戻いとるよな。何か、床にありますね。あげてみる床にって何ああ これは話にあった通りのやつ。彼女が集めていた人肉のパーツ。完成まであとの一歩手前って感じね。あ、もう話にあった通り、局部だけじゃないんこれ。いい局部じゃないわ。陰部か。陰部だけじゃないあと。わあ後ろいる後ろな,な、色欲の敵役のキャラってさ、なんでこうもう後ろにさ、忍び寄るの得意なんだろうね。 気づかれてないね、うん、<laughs> やっぱりシザーガールは狂っていたんだこんな襲った人間を切り分けるなんてどう考えても普通じゃないぞダメだ見ていられない大丈夫テるちゃん襲ってこんのい <laughs> えー、襲ってこんのか <laughs> いかにも後ろからドーンって行きそうなシチュエーションだったけど、隣の勝ちぶちがおったけ、抑止力になったんやな。やったよかった。彼ジはどこかしらこの部屋は、シザーガールの念が一番強い場所なんです。もう、どこから襲ってきてもおかしくない。周に気をつけてください。いや、後ろに気をつけろ、まず。後ろおったやん。ん来るわ。いや、おるよ。 来るわじゃなくて、後ろにおったわさっき気をつけて、チェリーさん。おお、なんかすごい、ケージものみたいな感じじゃ。いや、太陽に吠えるじゃなくて、太陽に吠えろとか、そういう感じのやつやん、もう。来ないわね。なぜ来ない逆にあそこまで近所寄っていたのになぜ来ない <laughs> 油断しないで。 わあああ予想外のパターンですね。お化け屋敷じゃないんだから、そういう上からとか、ないしですよね。右うわあで、出る部屋の外で出るわよ。よっしゃあ何がよっしゃーだったかわからんけど。やろう上から急に現れたわよ。レーダーから壁をすり抜けてくるんです。ここで立ち止まっているとまずい。四方から襲われるぞ。 うわぁ後ろ来てわよてるちゃんうわあ。来た来たしざがあるそうか例やけんなこういうアクロバティック動きお手のもんやなそうだったそうだったああまたこの連打パターンか <laughs> もう定番どうすこい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 あっしょい場所早いな近づいてきてる結構近づいてきてる思ったより近づいてきてるやん やばい、やばいやばいやばい,やばい、やばいやー、やばい、手が使えるやつやめて、手がつけるやつやめて、手がつける、よっしゃー。はい、はい、きついわ、お、有酸素運動の方は得意ではない、見て。ジェリーさん、話しておくことがあります。何よ<を>彼女は二つ、はさみを持っているんです、確かに。なんで二つ。陰部切るためだったら、一つでよく張ろう、陰部は一つ。 陰部はいつも一つだから何やハサミを壊せば彼女は成仏をするはずですでも俺たちは二つのハサミを壊さないといけないつまり二回隙をついて壊す必要はあるんです一回だけならどうにかなったでしょうけど二回冬をつくのはリスクが大きいんです何か策を練らないと確かになんかトラップ仕掛けて落とし穴とか作ってそこにボドーンと落ちた時に 一斉攻撃を仕掛けるかさっさくっててる、きたわよ壁すいぬけるやつ相手にさくとかややろうアヘ顔ダブルピースをしてやがるわやめてこう動画の対象年齢引き上がっちゃうそんな言い方やめてふざけやがってととにかくさくを狙らないと 思いつきました早いなおい、やべえ。な、やばいな。ね <laughs> ずっちなみの整いましたみたいなレベル早かったな、お前。考える時間そんなになかっただろうに。早ぇ作戦を説明します。いや、その時間はないだろう。<laughs> その時間、悠長に待ってくれてないだろう、普通。なにこれ。俺がシザーガールを引きつけて、ダッチで通路の向こうまで引きます。 向こう側まで行ったら下の階におります。チェリーさんは階段の鍵に隠れて、シザーガールのふいをついてハサミをぶっ壊してください。俺は階段の下まで突っ走ってきますから。ま、待ちなさいよ。この通路の先に階段があるとは限らないでしょう。おいらいるの大丈夫です。それも柵があります。マジで 俺が走ってきたらフルスイングでお願いしますよこっちだシザーガールこら待ちなさいよ出るおい待てよこらー <laughs> 何この二人の息の圧倒て揺れるのか、合っていないのかよく分からん感じ。あ、またかよえ、ちょっとその決定機連打のパターン、逃げる役俺なん俺がちょっと頑張らなあかん感じなん。 ちょっと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 今ょっとちょっとちょっと今ょっとち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 ょか起きてっとんょっとち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 っとちょ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 っとちしっとちょっとちょっとちょと ドリームリンクの能力。に夢の中で道を作り、記憶の真相へ立ち続く。だから時として、霊から逃げるための道を作ることも。やるなあ、そういうことがサクって。うわあ階段がなければ、下への通路を作ればいい。なるほど。考えだな。はぁ。は追ってこいシザーがある。うおー、追ってき方 お、出来方ーマジのやつー皆さん、怖いと思ったでしょう皆さん。俺もちょっと怖いと思ってました。怖いと思いすぎて、股間に手を当てました。守るためにね。きたあ、ちょっと間違えた。危なあーー危ない今、本当に股間に手当てとったんやけどさ。そ,そういう、右か左か選べのやつはまずいって <laughs> よ。よっしゃ、出し待った待った <laughs> や,やめてそれ使えるの結構使えるのそれいやだ,だからカランっていうのもやめてカラーンっていうのもやめてそのカランで何が起きてるのそれカランって何が起きてるのその間にねえ <laughs> ねえよっしゃあ逃げた指使えたチェリーソンほっふーい <laughs> もうヤンキーじゃん もうこれヤンキーじゃん。<laughs> 闇毛牛島くんとかに出てきそうじゃん。絡めてるあか,かうわーうーわーいけー脳天部刺し。どうだどうだいや、やったぞ見てください 左腕がだくだって半分上部仕掛けていますよおおハサミ一つで左半身が消えた感じかほんとね体が崩れかけているわ苦しそうねおうおおあ上に逃げるぞテイーさん早く追いかけましょうテイル私 今のスイングで肩を痛めたわ。えなんてことだえへ <laughs> うーん、テリーさん、関節も鍛えとかんかったら、筋肉だけじゃなくて関節も鍛えとかんかったら。テル、これはあんたが持ちなさい。だ、大丈夫なんですか別に、平気よ。テル、今度は私が踊りになるわ。え あの子はきっと、私に襲いかかってくるわ。ハサミの動きが止まったら、その時はチャンス。絶対ね、逃がしちゃダメよ。チェリーさんえ、やめて。チェリーさん、それ死亡不落っぽい雰囲気プンプンしてる。いや、別に俺、チェリーさんがどうなっても構わんけど、なんか、なんか <laughs>。あの子は上に逃げてはね。さあ、行きましょう。でもさ、 こんなマッチョがさ関,関節痛めるぐらいのやつなんやけどさテル君が振り回せるのかテル君そんなに力が強いのかそんな気はするああ階段だこの上は新宿の街が見渡せる屋上にあってるわ あの子ののの子お気に入りの場所だったのよよく知っとんやな。チェリーさん、あなたはやっぱり個人的にシザーガールを知っていますよね。なんというか、もっと親しい間柄だったんじゃないですかそうよ。シザーガールはもともと私のお店に通っていた女の子だったの。孤独を癒すためにたくさんのお金をつぎ込んだ。 だけど、それでも孤独から救うことはできなかったもし今度こそ本当に救うことができるならそれが今なのかもしれないわねおうさあ行きましょうはいシザーガールはどこだ